道はここまでか。現実の世界には戻ったが、まだドリームイーターの力は使える。やはり空は目覚めてない。どこにいる空。あ、ドリームイーター、空はそっちにいるのか。どうやって渡れば。そうか、わかった。新たな器に触れるな。器だと。ああ、はじめはお前にするつもりだった。だがお前は心に闇の耐性を持った。だからキーブレード同様、次を選んだ。ロクサス、器にふさわしい存在。しかし余計な自我を持ち、空の元に帰った。13機関の本来の目的は、ゼアノートの心を13の器に分けること。お前たちのおかげでいくつかの器が欠落することは分かっていた。だがそれはもう補われている。13番目の器となる空を手に入れることで完成する。13のゼアノート。これは真の13機関。13機関。俺はこの中でも一番過去のゼアノート。先の時代の自分からいくつかの世界で分離融合した自分を、今日この場に集わせる役目を受けた。過去から。時間を超えるにはいくつもの制限がある。はじめに超えるには肉体を捨てなければならない。時を超える先に自分が存在しなくてはいけない。超えた先からは時の流れの通り一方向にしか進めない。その時間で起きる事実は書き換えられない。何をする気だ。もうすぐ一番先の俺がここに帰ってくる。そうなればそれぞれの時間は元の流れに戻り、俺も本来の時代から時間の流れに従うことになる。彼に聞くがいい。ストップガン。どうやら間に合ったようだね、ミッキー。ともかく早く空を連れて帰ろう。長くは止めていられない。わかった。うわ、ミッキー。触れるなと言ったはずだ。どうして動けるんだ。あ、まさかあれは。消え去れ。
せしてはっせしてはっはっせしてはっせしてはっ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 癒しを。で、はっ、はっ。よし。癒しを。ジンジャー、ジンジャー、はっ、ジンジャー、癒しを。ジンジャー、はっ、これまでだ。で、で、は、で、は、ジンジャー、ジン、は、で、ジン、で、ジン、で、で、ジン、で、で、で、は、は。くらえ！やや！ジジジジジジ！やや！やや！はっ！や！大丈夫かい、リク。ああ、ミッキーこそ。あ、マスターゼアノート。やはりあなたが。ここまでは決まっていた。こうして12人の我が分身に迎えられ、人としてここに復活する。ここから先はまだ見ぬ世界。何のためにこんな？古の時代、光は目に見えぬキングダムハーツの恩恵だと信じられていた。キングダムハーツはその対となるキーブレードによって守られていたが、光であるキングダムハーツの支配をめぐりキーブレード戦争が起きた。熾烈な戦いでキーブレードは砕け散り、7つの光と13の闇に分かれてしまった。そして真のキングダムハーツも闇に飲まれたままとなったのだ。かつて私は純粋な光と闇を代用しキーブレードを完成させようとしたが失敗に終わった。機運に流され正しい方法を見失ってしまったのだ。認めよう、私の総計であったと。そんなあなたのせいで、あの時、3人の若者の運命が変わってしまった。すべての運命に偶然などない。あやつらの運命もまた必然。一人はキーブレードになり損ない。一人は友を救うために闇に落ち、そして一人は我が器となる運命だったのだ。救うことができなかった。でも彼らのおかげであなたの計画はついえたと思っていた。
僕はなんて甘かったんだろう。マレフィセントが7つの純粋な光の心を集め始めた時に気づくべきだったんだ。そう、全ては我が計画。魔女を使い純粋な7つの光の心を集めさせ、一方で13の器を用意し、純粋な闇を注ごうとした。残念だったな。その計画とやらは全部空が阻止した。そう、およそキーブレードの使い手には程遠い、そこにいる空という普通の少年に。だがまだ計画は終わっていない。7人の光の守護者と13人の闇の探求者7人の光の守護者。キーブレード使いは僕とリクとソラ、そして行方不明の3人で6人、あと1人は、そして13人の闇の探求者。さすが王よ、話が早い。しかしソラともう1人の2人はこちら側、つまり光は3つ欠落している。だが案ずるな、光の守護者はおのずと選ばれる。そして選ばれし7つの光と13の闇はぶつかり合い、その果てに生まれるもの、キーブレード。まずは13の闇を完成させよう。座席はすべて埋まった。最後の一つの器に我が心を分けよう。あ、まずい。ソラ、違うな。俺はリア。記憶したか？なぜお前がここに？約束しちまったからな。俺が何度でも連れて帰るって。それと想定外ってやつ？お前ら全部分かってたんだろ？だがここまでは読めてなかった。さあ、次の一手はどうする？じいさん、どうするよ？もう時間がない。なアイザ、どうしてアクセルが。いや、だからリアだって。まあいいや、もうアクセルでも、ともかく早く逃げよう。見たい。二人とも来てくれたんだね。時が来た。光と闇は欠落したまま、
我々はそれぞれの場所へと帰る。しかし7と13が揃う時は近い。では互いに光と闇の完成の暁に彼の地でまみえるとしよう。ゼアノートはそこまで。ソラ、君も心が眠ってしまったのかい？いや、王よ。今回は状況が違う。何か方法があるのですか？今回の承認試験で7つの眠りの鍵穴を解放した。これによって眠りに閉ざされた世界を目覚めさせ、眠りし心を解放する術を得得したことになる。リク、お前は空の夢の中で7つの鍵穴を解放してきた。つまりその力を使えば空の心を目覚めさせる可能性がある。もう一度眠りの中にダイブを。空の心は深淵の闇の底。うまくいかなければリクは今度こそ空と一緒に閉じ込められてしまう。僕が行きます。確かに王にもできるかもしれない。ただ実際に空の心にダイブしていた陸以上には適正ではない。ミッキー、心配してくれてありがとう。でも俺が空を起こしに行くよ。陸、こいつの寝顔全くのんきなもんだ。みんなでこんなに心配してるのに。あの時もそうだった。三人でイカダを作ろうって言ってるのに、空はいつだって砂浜で昼寝ばかりしてて。だから俺が行って引っ叩いてくるよ。お前承認試験でも寝てる気かって。俺が行かないとダメなんだ。空は俺を救ってくれた。そして確かに俺を呼んだ。俺が行きたい。うん、僕たちは強い絆でつながっている。もし行き先が暗闇でも絆をたどれば思いは必ず届く。僕たちもつながってるよね。もし闇に落ちてもよ、俺が迎えに行ってやっから。ま、俺の得意ジャンルだからな。みんなありがとう。必ず空を連れて帰ってくるよ。
空の夢のシーン。なんだ。わかった、ソラ。ロクサス、何をそんなに恐れているの？え？大切なものを失うのが。ロクサスじゃないのか。君にとって一番大切なものって何？え？大切な親友だ。どうなってるんだ？あ、空！
君は？リクは何がしたい？また質問か。そうだな。俺は大切なものを取り戻したい。来るとはな。ディズ、いや、賢者アンセム、あなたがなぜここに？償いのつもりだったのかもしれないな。いくら詫びても許されないことは分かっている。ただせめて何かを残せればと思い、私とその研究をデータ化し空の中に隠しておいたのだ。これがデータ？そうだ。君たちや失われた仲間を取り戻す手がかりくらいにはなるかもしれない。心とは生まれ育むもの。光に触れ自然を感じ人とつながる。それらの積み重ねによって心は形成されていく。それは心を持たぬノーバディであっても同じ。空は唯一本体に戻ってもノーバディをそのまま存在させられた。それは彼の心につながる人々の思い、心のつながりの強さ。おそらく彼とつながる者はその心を失ったとしても、消えた心や存在でさえ取り戻し生み出せるのではないか。自分だけの宝物、物言わぬ人形、森の木々、風に揺れる花々、何にだって心が宿る可能性はあるのだ。特別な能力が必要なのではない。誰もが子供の頃に持っていた心の光、ただまっすぐな思い、それが空の信じて疑わない純粋な心の強さ。誰かがそこに心を感じれば心は存在する。失われた心さえ再びつなぐことができるかもしれない。ここまで多くの心を感じ受け入れ、そして救ってきた。そしてなお空の心に眠るいくつかの心、闇に落ち闇に奪われ、闇の奥で眠り空に溶けた心、それらを救うには空がこれまで通り心のままに進むことで成し得るだろう。彼の思いが唯一の方法だ。詳しくはその中だ。わかった、預かるよ。ありがとう。いや、ところで君はなぜここに？ああ空を目覚めさせるために。彼はまた眠ってしまったのか。ああ仕方ないやつだろ。そうだな
ソラは大丈夫だ。え？ここにはいない。君は悪夢に覆われていたソラを助けたはずだ。あの黒い闇に覆われたソラ？その後ここに来て三人の若者に質問をされたはずだ。それが最後の目覚めの鍵。もう空は目覚める。さあ帰りなさい。そうか、ありがとう。そうだ、君の名前をまだ聞いていなかったな。リクだ。ドナルド欲張りすぎだって。ソラは医者だけど言えばいいじゃろ。いや、これもう美味しいよ。おいリク、よかったリク。いや、それはこっちのセリフだし、今思いっきりパーティーしてただろう。よかったリク。まあいいや。それより大丈夫なのか？ああ、俺は大丈夫。何が起きてるのか、眠りの中で夢を見てた。ずっとリクの声が聞こえてたんだ。ありがとうリク、みんなもありがとう。あ、そうだ、承認試験は？うん、二人ともよくぞ帰ってきてくれた。まずゼアノートの企みの中、無事に帰ってきてくれたことを何より感謝する。また、リアの行動力にも感謝している。そして、その策略を見抜けず、危険な試験となってしまったことを許してほしい。今回、いくつかの真相も明らかになり、これから闇との戦いはさらに熾烈になるであろう。それに備え、新しい力を持つキーブレードマスターをここに承認する。ソラとリク、どちらもその称号にふさわしい。しかし、最後に再び眠りの鍵穴を解放し、ソラを見事に連れ戻したリクを、今回はキーブレードマスターとして承認する。わあ、やったなリク。おリクならきっとなれると思ってた。俺すっごく嬉しいよ。ソラ、まるで自分のことみたいだね。ソラにはまだ早いと思ってたんだよね。おい、俺がキーブレードマスター？おめでとう。
リク。ありがとう、ミッキー。みんな、ありがとう。まあ、俺もすぐに追いついてやるさ。え？アクセルがキーブレードマスターに？ああ、俺もキーブレード使いになるためにここに来たんだ。なんだよ、失礼だなお前ら。今回かっこよくキーブレード持って登場する予定だったんだよ。でもさすがにまだ出せなかったわ。思ったほど簡単にはいかねえな。あ、本当に行くの？俺、寝ちゃってただろ。だから、やり残したことがあってさ。一人で大丈夫？うん、すぐ戻るよ。気をつけて。無茶するなよ。ああ、行ってくる。よかった。やっぱりまだこの世界は消えてない。うん、もういないのかな。Thank you.
この世界は狭すぎる。遅いね。大丈夫かな。リアはレイディアントガーデンに帰っちゃったし、リクもイエンシッド様に何か頼まれてどっか行っちゃうし、僕たちの出番はないのかな。うん、ああ、おかえりリクって、あれ？ああ！キーブレード戦争によって真のキングダムハーツは闇に飲まれ、対をなすキーブレードも砕けた。そのキングダムハーツの代わりとして子供たちの心に残っていた光から今の世界は再生され、七つの純粋な光の心となった。故に同時に砕けたキーブレードから分かれた光の数もそれを守護する七つとなった。七つの純粋な光の心。セブンプリンセス。そう。その七つの純粋な光の心は世界の根源。失えば世界は再び闇に閉ざされる。我々がキーブレード戦争を回避するため、七つの光を揃えずとも、ゼアノートは再びその七つの純粋な光の心を狙い、キーブレードを完成させるであろう。では七つの光と十三の闇の衝突、キーブレード戦争の始まりは回避できないのですか。七つの純粋な光の心を守るには、十三の闇に対抗しうる七つの光を揃えねばならない。あと一人の光の守護者、リク、おかえり。ただいま、イエンシッド様。言われた通り来てもらいましたが、一体何が。え、まさか。そなたもキーブレードが使えると聞き、ここに来てもらった。